今回の弾道ミサイル発射も関連する安保理決議違反であり、強く非難をいたします。北朝鮮に対してすでに厳重に抗議を行っております。북한이계속도발을반복하는것은그들이도발을통해서잃는게별로없기때문이다라고저는생각을합니다북한의대화에대해서는환영하지만북한이만일잘못된결심을하게되면응분의책임을묻겠다라는것이우리정부의확고한방침입니다